ない文とか英語の長文読解のその解けない答えが当たらないって人、マークだと取れないって人にありがちなのが模範解答を選択肢に探しちゃうケースかなとは思うんですよ。でだけど大体言い換えられてたりとか、武田塾チャンネル、はい、今日の中森です。武田塾お茶の水本高校社長の太田です。はい、今日もアンケートを答えちゃいます。うん、答えちゃいます、すいません、アンケートの答えが、返ってきました。うん、大学生になってやってみたいこと、1位圧倒的恋愛。おお、まあそうですよね。まあそれはね、うんうん、男子校のねやつらとかもいるわけでなるほど。はい、うん、2位サークル。まあ、これもねやっぱ大学生活の醍醐味です、ね、醍醐味です。めちゃくちゃ楽しいと思います。最初はね入りたいの全部入ってみたらいいと思いますよ、ね、あ、それおすすめです。うん、どうせ後で切れるんで、うんうんうん、途中から入るよりも最初から入ってた方がいいと思いますよ。うん、はい、はい、3位学問。ああ、学問がここに来ちゃったよ16%。まあそうですよ ね、 もうね、何しに大学行くんだって怒る人がいっぱい出そうですね、これね。はい、まあでもこれはさ複数回答じゃないからこのパーセントになってるけど、複数回答だったら大体全部高くなんじゃないのって気がするけどね。まあそうですね、うん、何でもやる価値あるものだと思います。うん、複数回答だったら学問が最下位なんじゃないかなと思ってちょっと怖いところではあるけど、あ、そうですね、うん、本当に大学ってまあいいや、はい、まあでもねなんだかんだで勉強するけどね。あ、しますね、うん、うん、特に理系はやっぱすごいやってるイメージ、ね、やってます、頑張ってます。うん、じゃあそんな大学に入るために今日も質問を答えていきましょう。うんうん、はい、マーク形式ってどうやって点数取るんですか。うん、記述形式だとかなり点数取れるんですが、マークだと6割5分くらいしか取れません。なるほど、うん、マーク取れないって人結構いるよね。いますね。あ、うん、僕も結構そんな感じでした。うん、え、なんでそもそも取れなかったのマークは。いや本当になんだろうなと思ったんですけど、うん、まあ、間違いなく偏差値は確実に記述の方が高かったですね。うんうんうん、あのどの問題もなんかさ、こう普通さ問題解くときってさ、まあ、問題文例えば多分これ質問してるの英語がここだと思うんだけど、読むじゃん、読んでなんか自分の中でさこれだなって答えがあるじゃん、それをさ記述で書いたら大体正解になるじゃん。はい、だけどさマークでさ選択肢見たらさ、その自分が思った答えが選択肢になかったりしない。あ、たまにあります。センターとかだと結構ない。結構ありますね。うん、でその早稲田とかの文章だとあるんだけど、あれ似たようなのが3つぐらいあるぞみたいな感じになるんだよ。なりますこれだよね、大体その難しい理由っていうのは。っていうのは要するにその現代文とか英語の長文読解のその解けない答えが当たらないって人、マークだと取れないって人にありがちなのが模範解答を選択肢に探しちゃうケースかなとは思うんですよ。でだけど大体言い換えられてたりとか抽象的な表現になってたりみたいな形で、やっぱその正解を選びにくくなってるんですよね。なんかそれ記述で書いたら本当に点くれんのみたいな回答になってこと割とあるじゃないですか、正解の選択肢が。はい、なんかもう完全に窓口に来てるなっていう問題ばっかりですよね。うんうん、例えば現代文のセンターって選択肢長いですよね。長い、窓口に来てるなってもうビンビン伝わりますもん。うんうんうん、はい、だからそのマークだと選択肢そのものを吟味する、読み込むっていう作業がやっぱ記述とは異なって入るわけなんですよね。はい、そこができるかできないかなのかなって気はしますよね。まあ、本当にアプローチ方法の違いってことですよね。うんうんうん、マークだと、まあ、選択肢を吟味して選ぶ、記述だと、まあ当たりをつけて書いて、まあ、答えると、そのところですかね。そう、そのジャッジするポイントが多ければ多いほど間違いが作りやすい選択肢ってことなんで、はい、やっぱそういう選択肢は、ね、一見当たりそうに見せても怪しいってことにはなるんですよね。はい、うん、なのでそういった部分がやっぱりそのこうなんていうか、記述取りでマーク取れない人の方が割と素直なのかなって気はしますね。なんかついつい自分が素直に読んで正解だと思ったことをそのままマークの答えにも求めちゃうみたいな。よかった、うん、僕素直だったんですねやっぱその判定基準とかジャッジの仕方をやっぱ一回ルールを自分の中で統一させた方がいいかな。はい、そうですね。うん、とりあえず怪しい部分に線引いて、その正解不正解を本文の中で調査するっていう手順でまずは鳴らしていくといいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、なので、まあ、まとめると、まとめると、うん、
まあ、そもそもマークと記述は、うん、答え方が違います。マークはもうめちゃくちゃ惑わせてきます、うん、なのでその惑わせ方っていうのをしっかり吟味して自分のチェック、自分が解くときにチェックしなければならない項目っていうのに線をつけて、うん、どこを確かめる、まず解くときにどこを確かめるかっていうのをまずマスターしましょう。そこから、選択肢をちゃんと、まあ、切れるようになって、うん、まあ、演習を重ねていけばどんどん上手くなって得点も安定してくると思います、うん、はい、まあ、選択肢を読むっていう作業も入るからそこにもちゃんと力を入れて頑張ってねって感じですね。はい、はい、では本日は以上です。武田塾チャンネルでは生放送もやってます、はい、武田塾スタジオコース毎週水曜日19時半から21時まで放送中、僕と清水先生でやってるのでぜひ見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでみてください。